ういっす、SS。今日はね、雨が今降ってるんですけど、また近所の池でガサガサ網でね、していこうと思います。この日はね、足元が滑りやすいんでね、気をつけてくださいね、みんなやるときは。よし、じゃあそれではやっていこうと思います。まずね、ここの際をね、いつもやってるんだけど、今日どうかな。よいしょ。お、今日たくさん入ってるね。エビがすごい量跳ねてる。今日エビが、あ、いましたね、早速。よいしょ。これブルーギルですね、の稚魚、特定外来生物で生きたものの運搬飼育が禁止されてますね。で、背中にね、この今日すごい分かりやすいと思うんですけど、縦縞でね、ちょっとね、交互にキラキラって入ってるのがね、特徴ですね。で、今度これちょっと持ちにくいから、あれどこだ、あ、いたいたいた。これドンコですね、ドンコの稚魚ですね。まだちっちゃいですよね。こいつはね、在来種でね、在来種でね、もうちょっとね、まあこれぐらいかな、サイズでいったら大きくなるんでね、まあ、大きいのちょっと見たことがね、 ないんですよ。まあ端でね、取ってるんで、こういう稚魚ばっかりなんですけど、まあいいですよね、こうやって在来種がね、これがたくさん増えてくれたら嬉しいなって思います。ここにね、セットして一気に重なって、そこから、あー、きつい、重たい。よいしょ。どうだろう、なんか入ったかな。やっぱエビですかね、ちょっとね、入らなかったな。片手ちょっと重たいんでね、遅いんで、ちょっと入ってないですね。エビだけです。じゃあ次ここ行こうと思います。どうだ、なんかいるかな。よいしょ。やっぱり、あー、でもまあブルーギーの稚魚が入ってますね。またここ、あ、結構入ってますね、ブルーギーの稚魚が割とたくさん入ってますね。今日はね、このビューブルギーの稚魚は、まあ、外来種なんでね、まあ、また自宅の亀に餌としてやろうかなって思います。こういうのね、まだちっちゃいですよね。でね、こいつは船とね、間違いやすいんですよね、稚魚の頃は。なんで、まあ船だって捕まえて持って帰って、ブルギーだった、成長してブルギーっていうの気づいてっていうのはね、ちょっとあるかもしれないんで、まあそこはね、気をつけて、犯罪になっちゃうんでね、気をつけてください。撮ってるんですけど、やっぱりね、ちょっと、あ、やべ、網が曲がってる。あのね、ちょっと牛ガエルのね、ちっちゃいやつがね、たまに岸にいるんで撮りたいんですけどね、こういう状況なんで見つける前に飛んじゃうんですよ。なんで今日はね、そいつはちょっと撮れたらいいなと思います。やっぱりね、逃げるんでね、まあその間はちょっとね、また戻ってくるのガサガサしようと思って、さっき撮った場所ね、もう一回行こうと思います。どうだろう、さっき撮ったばっかりは入るんですか。あ、ここよく入るね。あ、めっちゃ入る。エビかな、また。やばいっすね。でかいエビがいっぱい入ってますね。まあでも、ブルギーが取れてないんで、いいかなって思います。にしても、でかいエビっすね。サイズが跳ねちゃった。ちょっと後で返さないといけないから、あ、自分で戻ってて。あれぐらいね、でかいエビがゴロゴロいます。よいしょ。ちょっとここ、ガサっていこうと思います。よいしょ。おぉ、割とでかいのが入りましたね。まあ大体取ったのこんな感じなんですけど、まあこれね、ブルギーの稚魚ですね。またこいつはでかいですね。あ、これ特徴が出てきてますね。これブルギルなんですけど、これ、ね、背びれがね、トゲがすごいんですよ。もう音が入るかな、ね、これ刺さったらね、大人とかめっちゃ痛いんですよ。普通に指に刺さってくるんで、持つときは気をつけてください。よいしょ、ここに入れて、よいしょ。どうだろう、ここは何も入ってないですね。エビも入ってなさそうです。ここはどうかな。よいしょ、よいしょ。あ、エビがまたたくさん入って、あ、どんこも入ってますね。するかな、ちょっと映りづらいな。よいしょ、すごいね、どんこが入っています。あとエビですね。まあ在来種ばっかなんで、このまま返そうかなと思います。よいしょ、どうかな、まあ、めっちゃ近くで軽く刺さってしただけなんで、
入ってないかもしれないですね。あ、やっぱ入ってないですね、何も。あ、でもエビが一匹、沼エビかな、が入ってますね。あ、こっち行こうかな、うん、よいしょ、どうだろう、いいっすね、こんな感じでゆっくりね、やって、なんかさっき入ってきました。わ、えぐいえぐいえぐい、でかいのが何匹も入ってますね。ブルーギルだな、これ全部ですね。フナはこの中に1匹もいなさそうなんで、フナとかも紹介したいんですけどね。まあ今ブルーギルとか駆除の方で撮ってるんでね、やっぱりそっちの外来種がメインになりますね。よいしょ、こんな感じですね。割とまあちょっとでかくなり始めてる個体が増えてるんで、早めに駆除していこうと思います。間違えた、気づかなかった。やっぱ動かすんでね、すごい難しいですよね。ちゃんと見て今度が行こうと思います。で、ここね、今あなたいたな、いぐ、あいたら、ここね、ガサっていこうと思います。よいしょ、いや、入らないですね。草が、わあ、バッタが、びっくりした、入ってますね、一匹、一匹。バッタが、でかいですね、割と。でかかないか、びっくりしました。時間経ったんで、もう一回ここね、行こうと思います。よいしょ、よいしょ、わあ、一匹、まあ他エビが入ってるんですけど、やっぱり一匹ブルーギル入ってますね。やっぱ、どうなんですかね。まあ大体の場所にいるんで、ね、さっきちょっと遠くに行ったのがまたいるのかもしれないですね。ここはやっぱ気になるんで、行こうと思います。なんかね、つくんですよね、黒いやつがね、とてもすごいだるいんですよね。だからこういうとこ本当はね、ガサガサもしたくなるんですよ。これで入ってなかったらちょっときついですね。入ってないですね。しかもね、ガサガサの時ね、これがねめっちゃ網にくっつくんですよ。これを一個一個取っていくのがね、これ本当にね大変でね、めんどくさいんですよ。これですね、まあ生き物分けるのはね、まだねみんなが楽しんでいいんですけど、あれだけ本当にきついっす。よいしょ、じゃあここ行こうと思います。反対側なんですけど、入れて、まず網をね、ちょっと持ち替えよう。いっとくわーって、よいしょ、どうだろう、うわ、入ってますね。またブルーギルが大量に入りましたね。エビもね、すごい量いるんですね。やっぱりエビはね、いることにはね、あの船とかね、食べるのかな、まあいいんですけど、ブルーギルのね、やっぱりね、ダメですね、いたら。ガサガサしてたらね、見えますかこれ、あ、醤油バッタですかね。色が僕の知ってるのは緑なんですけど、ちょっとね、初めて、おお、すごいすごい、僕虫あんまり得意じゃないですけど、これですね、なんか変わった色っすね。僕は知ってるの緑なんですけど、なんかわかる方いたら教えてください。今回撮りたかったウシガエルがまあ撮れなかったんですけど、まあね、でもブルーギルとかね、たくさん撮れて、いろんな生き物も、まあね、今回醤油バッタとか昆虫の方もいたんですけど、まあ、撮れてね、良かったと思います。なのでね、本当にご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。